こんにちは、モービルジャパンです。今回は運転免許がなくても乗れる特定小型原付をご紹介します。この特定小型原付の特徴は、免許がなくても乗れる、電動アシスト自転車にはない強烈なパワーがあり、維持費が安いのがポイントなんです。600ワットのインホイールモーター搭載なので、小型軽量にもかかわらず、こんな坂道もぐいぐい力強く登ってくれて、自転車と同じサイズで置き場所にも困らない。その上、維持費は月に400円のみと、圧倒的なランニングコストの安さを実現しています。運転免許がなくて電動バイクに手が出せなかった方や、坂道が多く自転車を漕ぐのが大変なんて方にとって、大変おすすめな乗り物なんです。そして今回一番のポイントは、なんといっても圧倒的な力強さなんです。600ワットのインホイールモーターを採用しているので、こんな坂道もぐいぐい登ってくれます。車体が小型で軽量なので加速力もあり、このようにアクセルを回した瞬間にぐいっとくる加速感がとても気持ちいいです。こういった走る楽しさはポイントが高いですよね。またタイヤサイズは12インチと大口径を採用しているので、砂利や砂など過酷な道もパワフルに走ることができます。バッテリーは大容量リチウムイオンバッテリーを搭載していて、1回の充電で50キロも走ることができ、通勤通学買い物などには十分な容量ですよね。充電時間は約8時間で、帰宅後に充電すれば朝には満タンになっています。脱着も可能なので、電源さえあればどんな場所でも充電できるのがポイントです。走行コストは 1km1 円と、片道5キロの通勤をしても1日10円です。毎日乗っても1ヶ月に220円と、とってもお得に移動ができちゃいます。当然免許を取得する費用もかからず、自転車よりも楽でパワフルに移動できるのが、この特定小型原付なんです。それではいよいよ気になるお値段ですが、 50km 走行できる 48V 15アンペアモデルは税抜き18万円以下。これだけパワフルに走れるのに免許はいらない特定小型原付をこのお値段で提供いたします。そして今回は先行予約の場合、10% オフで購入できる権利がもらえます。また車両は現在開発中のため、発売予定は2024年4月以降となります。坂道が多くて自転車での通勤や買い物が大変だった、運転免許を持っていなくて自転車しか移動手段がなかった方など、特に通勤に利用する方から多くのご要望をいただいております。全国200店舗ある加盟店がいざという時に修理できる体制を整えているので、安心して乗り続けることができるのもポイントですよね。運転免許がなくても乗れる手軽で安心安全な移動手段の二輪特定小型原付を、この機会にぜひお試しください。それではお問い合わせをお待ちしております。以上、モービルジャパンでした。